次は頑張りますから。どうも皆様こんばんは、ダンジョンフェアリーことモコと申します。まずはですね、前回の動画についてのちょっと謝罪からさせていただきます。まあ、前回ちょっと私エルフを使った試合を今2試合ほどアップしたんですけれども、その両方ともがですね、非常にプレイングのひどい内容となっておりました。これにつきまして私は、なぜアップしたかと言いますと、まあ、単純に皆さんが喜んでくれるかなと思ったからです。しかし現実は非常なものでした。皆さんは純粋にやはり僕の良いプレイを見たいという方が多かったようでして、こんなプレイをするぐらいだったらもうおめえの動画なんか見ない、はい、なんでこんな奴が WA3 に行けるんだよ、もうシャドーバー引退する、もうこう死ね、そういったコメントが、より多く見受けられました。本当に申し訳ございません。今後は、心を改めまして本当にいい動画、そしていいプレイングを動画内でしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。動画見せないでください。はいはい、ということでね、ちょっと謝罪が済んだところでね、まあ、今日、まあ、WA3 なんですよ、今、自分は。で、実際、まあ、エルフ使って、あんな感じに前回なってたけど、実際僕エルフ使い出してものすごい勝率が高いのももう事実なんです。だからここまで来れている。で、マスター目の前にちょっと詰まってるんですよね。エルフじゃ勝てなくなってきて、かといってこの失踪美少でも勝てない。そんな中、私が目つけたのは、もう一度このコントロールロイヤルに戻ってみようかなと思います。はい。現在595です、残り。次のランクまで。はい、マッチングいたしました。相手エルフですね。WA3 対でしょうか。さあ、コントロールロイヤルとしては取って、そっか、そうなのか。ごめん、渾身いらない、渾身いらない。渾身はいらない可能性があるけど、まあ相手が1コス出してきたらね、ウォーターフェアリーあたり展開してきたら使えるんだけど、まあでも歴戦引いたから、まあ、ちゃんとまあ2ターン目の行動はできるっちゃできるか。まあ、フェアリーサイクルだよね。OK です。ってことは、こちら、やはり、あ、渾身2枚もいらないな。渾身が2枚もいらない。欲しいのはね、この序盤ね、ワードローブレーダーとか欲しいんだよね。ワードローじゃねえわ、アドバンスブレーダーとか。さあ、相手がフェアリーを2枚展開してきた。盤面取りますか、これ。せっかく渾身が1枚あるんで、で、フェアリー除去って盤面取りましょう。うん、やっぱり高校フェアリーよ強いんでね、盤面は意識して取っていきたい。でこっち手札がね、まあ、俺のその計算、俺のその想定では手札が減らないデッキなはずなんで、はい、ここのオビストルーパー出していきましょう。まあ顔一手でリザ21でリザ除去がいいのかなと。泥飯入りとりあえずされる気がするんでね。はい、エルフプリンセスメイジで進化でしょうね。さあ、ここで相手に注目したいのは、このゼロコスフェアリーを展開するかどうか。してこない。OK です。ここはまず、ナイトで特攻してから、こうしよう。すると、出てくるんでね。で、メイドリーダー。召喚、まあ、プレイで、おし、音暇も引いた。これで、6ターン目の行動も強く出れると。うん。さあ、しかし、相手がこのムーブは、うわー、黄金ムーブ来ましたね、これ。ゼロコス2枚展開からの5ターン目、守護。ただ、椿かなと、ここは。椿で除去ってからのティア除去で進化は使わない。ただこの展開シンシアが怖いよね。まあ、シンシアが来たら来たで今度ホワイトパラディンを展開するのもありなのかなと。さあ、顔殴る、顔殴る、エンシェント来るか。エンシェントエルフ来ました。そして相手はまだ3コス余っている。フェアリーを1個、あ、なるほどね、うまい。ドローソースも増やしていくと。ってことは、どうしようかな、ここ、ホワイトフロントガードジェネラル出そっか。
で進化で、エンジェント上級リマス。で椿で4点与えよう。私は盟友たちを信じている、うん、まだ倒れる。はい、で椿で4点取ります。相手が進化、まあ使っまだ2個余してるからね、まだまだ油断はできない状況ですけど、フェアリー1枚展開からの、ただシンシアで相打ち取れるからね、このさ、なんだっけ、フロジェネ、シノブと、なるほど。で、多分こっち進化で取ってくるか、まあだよね。でも椿残るよね、これな、オッケー。なるほど。よし、椿残せるのはでかい。で、ノビソルーパー、ヒーター。どうしましょう？まず椿、顔行くでしょう。これ、ノービスとも、顔行こう。ノービスと顔で、で、ヒーリング展開して、歴戦も展開してって感じで、もう一気にリーサル見据えていくか。まあ8コスあるんやったら、まあでもリノコンボ自体まあ倒れないと思うんで、17あるし、そうだいぶ有利な状況だ。まあ相手は手札がまあそこそこまだ揃ってるので、まあこっちも進化権は余ってるし、アレキサンダーとか次来たいよな。シンシア来ました。シンシアだと共に行きましょう。なるほど。で、まあ、こっち上空か。体格だ。ここで決めるよ。で、シンシア進化で、盤面も出てくると。たぶん3-1でヒーリング状況。まあ、あとは椿か。椿あたり状況ってきてって感じで。まあ、相手はたぶん、盤面取れるのかな。リノセウス、さ、このリノセウスはどう来る？状況に使われるか？まあ、リンの除去だよね。はいはいはい。で、盤面だな。で、この 4-1 も、なるほど。うん、OK。ユニコーンの踊りでユニコ。難しいなぁ。相手進化権全部使ったから、でもフォアパラもここ結構いける場面なんですよね。でも、フェアリーで除去されるんだよな。で、手札がやっぱ圧倒的に足らないな。さあ、難しい。進化は切りたい。さすがに、この状況。シンシアは絶対取りたい。でもでもそっか、フォアパラでシンシア取れないって考えたら、元姫展開するしかないな、これ。元姫でシンシアと相手取るしかないですね、これは。そうしなきゃシンシアが残ってしまう。でユニコも展開しとこう。オッケー。頑張ります。この時政治コマンダー入ってへんからな。引いておきたいのはやっぱりその強いムーブ、アレキサンダーとか、やっぱ高コスト帯のフォロワーをバンバン引きたいんですけどね。さあ敵はフェアリー・ウィスパラーを展開してくる。フェアリー、うわー、強い。ティア2枚目、これちょっと負けるかもしんねえ。負けるかもしんねえ。で、導きもしかして。導き来たらもうきついぞ、これ。導きでティア開始されたら本当にきつい。うわー。よし！新たなる世界を求めて。ここでコントロールの強さが生きてくる。終わらせます。これどうする、盤面だよな、やっぱりな。盤面取ろう。盤面、盤面で残ったやつは買おうと。うん、これによってホワイトパラディンも進化が活かせるのがでかい。これなんだよね、コントロールの強みは。強力なカードがバンバン出せるから。ただ相手はさっき、まあクリスタリア、ティアを戻してるんで、まあおそらくそういうムーブで、うわ、しかもエンシェントエルフからのあれか。
からのティアムーブか。怖いな、辛いな。完璧な守りを手に入れたな、こいつ。さあ、次何弾けるか。メイドリーダー、アレキサンダー来い。アレキサンダー来い。あ、フロジェネでもまあ、OK でしょう。で、フロジェネ進化します。ティア戻されちゃうのかな。どうするの？今のところでもクリスタリアの方除去で正解だよね。これで返してまたエンジェントとか来たら嫌なんだよな。ただ確率的に十分あり得るんだよな。相手がエンジェントまだ1枚残ってるはずだし。エンジェント来そう。あ、来ない。ここでエンジェントか。なるほど、ティア3枚目か。きついなぁ。えげつないですね、これ。なるほど。だからまだやれる。ノービストルーパー。むずいな。ちょっとお守り隊でこうか。で、ここどう、ここでホワイトパラディ。ホワイトパラビでも全部展開ね、できるっちゃできるねんけど、ただそれをやるのではなく、まずこっち先に展開してこういって、とりあえずティアを全部除去りたいので、どうしよう。ホワイトパラビに先進化でも一緒か。結果的に3枚しか展開できないっていうのは変わらないんで。で、フォアパラ進化でティア除去かなと。だ、手札が完全に変えてしまった。こういう時にやっぱりメイドリーダーだったり、ワードロー、じゃあワードローじゃない、食いぶれじゃない、ブレード引きたいんですよね。エルフの少女リザー。ただ相手もティアも使い切ってるし、ここで神社とかやめてな、マジで。うわ、きつ。どう除去っていく、この67。うわ、来た。あばよくそ野郎が。ここが我らの戦場だ。よし、トップ解決という結果にはなったけど、でも中盤しっかりしのぎ切ったし、このコントロールの 強みっていうのを見せるって意味ではすごい、まあいい試合だったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございました。当然の結果です。はい、マッチングいたしました。さあ、次の相手ヴァンパイアですね。まあ今26連勝ヴァンパイアだっけ、27だっけ、なんかマスタークラスでっていうのが流行ってるっぽいから、エンバレちょっと残すか。エンバレとヒーリング残すわ、これ。ちょっと微妙かもしれない。2コスをもうとりあえず2ターン目までに引くっていうのにかけるしかない。まあ、多分アグロかなと。うん。まあ、なんか、アグロ臭いんで。歴戦引きたい。あ、まあ、ユニコ引けたからオッケー。ユニコフローラル完璧ですね、これ手札。手札が完璧でも負ける可能性あるんで。ケントの召喚。うん、さあ、どうしましょうか、これ。ここね、守護を立てた方がいいと思う。いや、ユニコーンでいいか。ユニコーン立てて。相手がユニコーン無視ってくることにかけよう。もう一回、剣との召喚。いいね、さっきか。で、ユニコーン抜くよ。なるほどなぁ。まあ、そうなるよね。渾身の一振りは、ちょっとあれなんで、ここはもうエンバレ使っちゃいますか。ちょっとここコントロールの強さの見せ所やな、エリナス先。うわぁ、もうバーンでどんどん来るよね。
ここフローラルでもいいねんけど、フローラルの方がいいか。渾身歴戦もなんかありかなとかって思っちゃうねんな。まあでもフローラルで進化切ろう。渾身はね、単純に2打目のダメージソースとして除去用として取っておこう。フローラルで除去。まあ、気がつけばこっち11点。ただ相手も実は14点なんですよね。相手も7点削…あ、忍ぶと、なるほど。じゃあヒーリングと歴戦で守り固めましょうか。でここはもうプレイングとしてはちょっとリーサル見ていくって意味で攻めましょう。逆にこれも相手に逆に圧力かけていこう。でまあ相手復讐になっちゃうけど、正直もう目視力とかってもう俺考えてないんで、アグロバンプでもうないと思ってます。はい、さあ夜の群れで除去進化。これだいぶ有利だと思います。すごめぐしりょう、オッケー。これ渾身の一振りが生きるな。オッケー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 、完璧。渾身まず使っていきましょう。で盤面取ろうか。ん、いやごめん、盤面取る必要ないんか。え、てかリーサル、ごめん、リーサルです、リーサルです。はい、な、お前てめえのな、相手のダメージ削ることだけ考えて自分のダメージ目にいってねえんだよお前。少しはお前の守りってのを見せろお前。だから俺、だからアグロバンプ嫌いなんだよな、本当に。戦ってる感じがしない。やっぱコントロールバンプ使え。はい、マッチングしました。さあマスターのドラゴンですね。マスタードラゴン、まあ最近のドラゴン傾向としてやはり、フェイスがすごい多いので、ここは、あ、でも、まあ、いい手札ですね。高校で渾身。しかも、相手3枚引き直ししてる。ひょっとしたら、まあ、でも多分、まあ、フェイスだと思います。お、1コス目何も出せないんだ。ターン終了。ん、託戦、あ、あれ、やべ、動けねえ。え、託戦のことはランプ、フェイスでは なさそうだな。しかも4ターン何も出せない。あ、なんか事故ってる感じか。相手だったらまずノービスで展開して顔伸びますか。ゴブリンとか来そうやな。ゴブリンとか、あれユニコーンの踊りでユニコーン、なるほど。ここ今週の一振り使っておきましょうか。で進化温存してターン終了。まあ進化して殴ってもよかったかもしれんけどね。ただ多分2点を加えるだけの進化になっちゃいそうやから。飛竜兵、うサタンドラゴンか、これもしかして。私をこの程度と侮るなよ。真っ赤に燃えなさい。これサタンドラゴンの可能性出てきましたね。さてフロフェンじゃ取れないぞ。この剣を使う。まあ、ここはノービストじゃないわ。オロイヤセーバー以外ないでしょうね。セラフフェザー行きます。ここでリザード何度かとかで1点で捉えるのが一番嫌なんですけど、伝令は使ってないからまだサタンはないと思うけど、サタンとか俺当分見てないんだけどね。あれ、プリズンは、ね、なるほど、2枚展開。で、終了か。へぇー。渾身使うタイミングはもうここぐらいしかないねんけど。フローラルでもいいのかな、それとも。ロイセで買うばっこり行きたいけどね、行けないんですよね。フォアパラかな。渾身からのフォアパラ、渾身からのフォアパラで行きましょう。隊長、
任せてください。悪しき者は我が剣で裁く。覚悟はいいです。エンバレで泣くパターンかなこれ。有効なる盾を見よう。エンバレ泣くパターンか。竜の翼とかやめていただきたい。さあどうする。なさそうだな。エンバレはなさそうな感じ。あれでも気流兵で何か下げたんだよな。ファフニールとかが出てくる可能性はある。いやファフあるな。ファフは可能性として大いにあり得るな。おっと2枚目の気流兵。ユニコーン呪いてユニコーン。さあユニコーン進化。おということはどうする相手。あそっち取るってことはこれロイヤルセーバーで顔いけるじゃん。当然まずこうだよね。いやエンバレーはないな。うん。ほんで、ここ椿で全除去ができるんですよ。進化すれば。ただ、フローフェンとかが腐っちゃう気がするんだよね。まあでもそれを見越し、でもなどうしよう。6点いけるんだよな、相手に。むずいな。でも盤面取るならフローラルだし、でもファフニルとか来るって考えたらさ、もう椿で盤面取ろっか。まあそのうちオーレリア引けるやろ。まあワンチャンオーディンとかもあるしさ。ここファフ来たらもうものすごい嫌なんですけどね。多分ないと思うねんな、相手この段出してこなかったことは。いやわかんない、あるか、おかしくないか、あっても。まあファフ来たらオーディンで。あえて竜の翼もバレッジも、おー、しかった。まあ、多分あえてそこそこに事故っていたのか、多分何か狙いがあったけど、それがうまく、作用しなかったのかってところでしょうね。はい、ということで、まあ、ちょっと使う、デッキロイヤルに変えてみて、なんかいきなり3連勝できたんですけど、まあ、多分今って、もうほんと多分、1日単位で環境変わってると思うんですよ。ちょっと前まで僕本当にエルフで平気で10連勝とかしてたんで、ただそれができなく通じなくなり、失踪ビショップとかも最近は姿をすっかり見せていないということを考えたら、環境はやっぱ目まぐるしく変わっていく。そういった中でどういう風に順応していくのか、どういうデッキをメタって勝率上げていくのかっていうところが今後のシャドーバース見どころなのかなと。見どころだし、やっぱみんなが考えるべきところなのかと思ってます。はい。ということで、まあ今日の動画はね、参戦ありましたけれども、ご視聴どうもありがとうございました。まあ次回、まあ、昇格戦、まだいけたらなと思います。はい、ありがとうございました。